こんにちは、サットです。今日はですね、小学校へ次女がようやく入学したので、朝今7時半には私も一緒に学校まで行ってるんですけど、今日は学校から帰ってきてすぐスーパーに行ってきたので、朝早く半額のものを見つけてくることができました。で、かぼちゃの半額、128円の半額と、大根が128円から半額で、あと卵豆腐が98円から半額でした。で、あとちょっと私昨日油物を食べ過ぎちゃって胃もたれしてるんで、今日はもうあっさりしたものが食べたいなと思っていたら、なんと今日はこのちょっと塩麹につけちゃったんで一回パッケージ開けたんですけど、V304 円の半額、これを2つ買ってきました。304円からの半額で、これもさっき開けて塩麹を振ってあるので、夜はもうこれこのまま焼くだけで食べようと思います。で、あとはこれ昨日実家からいただいた木を今アク抜き中なんで、これも煮物にしようかなと思ってるところです。はい、ではまだ今朝なんで、また夕方ご飯作りはやっていこうと思います。楽しかった学校。全部かな。算数は何したの今日？算数って何？いやー疲れた。もうこうボーンっていったらどうする？
食べるんかいみたいなね。いただきます。食べだして何時間かかってんの？1時間。うん、なんかそういう食べ方が今流行ってるの。流行ってる。100回噛むとか。学校ではね、うん、食べ物は30回噛めってね、言ってた。噛めってなんかぶっきらぼった。30回噛め。プリンターに書いてあった。なんかさ、30回噛めって言われたらさ、嫌だって言いたくなるね。言いたくない。噛んでみたらみたいな感じだったら、うん？って感じだった。聞き方大丈夫ね。噛みながら数えてってさ、おかしいでしょ。なんか飛んでた。飛んでた。3回噛めって言ってた。3回噛んでる。3って。ほら、友達いなくなった。めっちゃ静かになってん。何このさ。もうね、メダカがね、生まれそうなの。たくさん。水槽どうしようと思って。分けとかないと、食べが出ちゃうから、しばらくは分けとくじゃん。でも、個体差がさ、縮まることはないわけじゃん。メダカの寿命ってどのくらいなんだろうね。買ったことない。ごめん、全部答えられない。買ったことない？ない。あ、そっか。私もない。買おうと思ったこともない。だからなんで、いまだに、なんでうちにいるのかがわからない。メダカって、食用があるよね。うん。ある。食用っていうか、食べる地域がある。食べないよ、ここは。そんな、食べるとか、持ってんのか、ね、そんなことするわけないじゃん。ねえ。ドレスもちょっと見せてくれる？いいよ。何を着てるのかな？これ。これはこれね。パジャマでございます。あ、それはパジャマね。そのキュウリパックは何で作ったの？セロハンテープ。あー、なるほど。口見て、口見て。メルちゃん、一体何があったの？お祭りに行ったんじゃなかったの？メルちゃん。お祭りに行ったかと思った。